10代から60代の男性に聞いた深田恭子の好きなところランキング。第10位、透き通るような美肌。肌が全然衰えていないのがすごい。いくつになっても透明感が変わらない。たくさん魅力がありますが、肌が綺麗なのは大きいと思います。テレビ画面越しでもわかる肌の美しさは、ぜひ生でも拝んでみたい。アラフォーとは思えない透明感ですよね。第9位、自然体で飾らないところ。表裏がなさそうで好感が持てます。飾らない感じが良い。性格が良さそう。わざとらしくないところが良い。深田さんは自然体で生きることをモットーにしているのだそう。それがそのまま彼女の魅力となっていますよね。第8位、あどけなさが残る表情。年をとっても子供っぽさが抜けないところが好き。いつまでも可愛い。昔から変わらない雰囲気が素敵です。10代の無邪気さがそのまま保存されたような幼さの残る表情が男心をくすぐります。第7位、少女と大人の女性のバランス。芸能界で他にこういう人はいないと思う。これが一番のチャームポイント。バランスがちょうどいいんです。芸能界ひろしといえど、この2つを兼ね備えた女優さんはなかなかいませんよね。ガーリーで少女っぽい雰囲気と大人の女性の雰囲気のギャップがたまりません。第6位、ちょうど良い天然具合。程よく隙のある感じが男心をくすぐる。不思議系までいかないところが絶妙。天然は人によっては叩かれそうだけど、この人は嫌味がない。女優さんにありがちなお高く止まった感じがしないのも深田さんの魅力。ちょっと抜けた感じに男性は勘違いして勝手に親近感を覚えてしまいます。第5位、明るく人懐っこい笑顔。今放送中のドラマでも笑顔に癒されるから、笑顔が最高に良いです。ずっと見ていられる。深田恭子の笑顔が嫌いな男など存在しません。隣で微笑んでくれたらと想像するだけでニヤニヤしてしまいますね。第4位、周囲を癒すおっとりとした雰囲気。デビュー当時から彼女の醸し出す雰囲気が大好きです。他人を和ませる雰囲気は外見を磨いても身につかない。周りの人を幸せにするオーラ。癒し系という言葉も深田さんを形容するのにぴったりですよね。仕事から帰ってこんな奥さんが迎えてくれたら最高というコメントには深くうなずきました。第3位、絶妙に見え隠れする色気。可愛さの内側からの色気は最高。この人にしかないフェロモンが出ています。可愛さの中に色気があり大好きです。深田恭子好きの男性は本能的に彼女に色気を感じている方が多いようです。自然体、あどけなさ、笑顔、癒し、天然など、これらがあって初めて醸し出される深田さんにしか出せない色気ですよね。第2位、年齢を感じさせない美しさ。20代の頃と全く変わらない美しさで、男性だけでなく女性からも支持されている。未だに初々しい印象があって、実年齢を聞くと結構驚く。むしろ若返っているような気さえする。もう20年くらいずっとピークを保っているかのような見た目の美しさは、まさに深田恭子マジック。若返っているような気さえするというコメントが大げさに聞こえないですよね。さて、いよいよ第1位、世の男性が惹かれる深田恭子の魅力ナンバーワンは。第1位、少しふっくらとした健康的なスタイル。細身の人が美人という風潮だが、女性らしい丸みのあるスタイルで勝負できているところが素敵。顔とアンバランスでとても魅力的です。細すぎず太すぎず健康的。嫌いな男はいない。女性が理想とするスタイルと男性が好むスタイルは少しギャップがあると言われますが、深田恭子さんのスタイルは男性の好みど真ん中。絵に描いたようなモテボディが男性が選ぶ深田恭子の魅力第1位に選ばれました。写真集も売れるはずですね。以上、深田恭子の好きなところランキングでした。あなたが思う深田恭子さんの魅力は何ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。